はい、皆さんどうもこんばんは、リアルです。今回はバトルフィールドハードラインの新マップをやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。バウンティーハンターっていうねモードがね新しく追加されたので、そちらの方をやっていきたいと思います。漢字的にはコールオブデューティーのキルコンファームドみたいな感じですね。私も新マップはちょろっとねやっただけなので、いまいち分かってません。ちょっと経典使ってきますね。痛い。このマップね、狭いので、結構、ブラックフライデーっていうマップ。狭いマップなので、結構、狭いっつよりも、屋内戦が多いので、多分 SMG が生きてくるんじゃないかと。で、マップ構造もあんまり分かってないので、いまいちよく分かんないですか？ありがとう。後ろから来てるよ。まずい！RPG7。まあね、バウンティーハンターっていうか、キルコンファームドとほとんど同じような感じで、敵が、敵をキルすると、バウンティーっていうものが落ちます。で、バウンティーを多く集めた方が勝ちです。よっしゃ、ダブルキル。はい。経典やっぱ近距離強いっすよね。やばい。早くリロードして。ダメだった。間に合わなかった。経典やっぱ強えな。本当に。近距離だと多分 MPX よりも強いはず。でも MPX よりも弱いところとしてはやっぱり弾弾数がね少ないんですよ。弾数がね少ないのですぐ弾なくなります。だから人によっては MPX の方がいいっていう方も多いのではないでしょうか。キルコンファームでもそうですけど、キルばっかしてても全く意味ありません。キル、まあ、キルしても、死んでも、バウンティーを回収しないと全く意味ないので、頑張ります。向こう敵いるね。ちょっと一回下がろう。ありがとう。まあね。あ、まずい。後ろがキル。他人がキルしたものでも、とりあえずバウンティーを拾ってあげないとね。上だね。よし。経典もリロードは早い方なんでいけますよ。あの距離ちょっと無理じゃないか。え、後ろ？ちょっと待って待って、後ろからも来てる。マジか。よし、まあ、頑張っていきましょう。まあ、うちのチーム人数少ないんで、もしかしたら負けるかもしれませんが、負けても勝ってもとりあえず上げましょう。今回は。よっぽどひどい試合にならない限りはあげまーす。弾が当たってない。基本的一人ですね。一人ワンマグみたいな感じ。まあ、すごい近くにね、敵がいればまあ、ツーキル、あとダブルキル、トリプルキルいけるかもしれません。基本一人ワンマガジンぐらい使えますね。なんか感じ的にはチーデスのまあ拡張版、なんかまあバウンティーを通る感じなんですけども、人数が少ないからなんかちょっと分かんないですけど、まだチーデスよりかはリスはまだまともかなっていう感じはします。いる、倒した。誰か取って。よし、取ってくれた。別にね、俺が取らなくても誰か取ってくれるので、まあ自分が取った方がポイントはよくもらえますけど、まあとりあえず取ってくれればチームに貢献できるので何にも問題ありません。うわー、トンプソンに負けた。よし、行くぞ。おら、どこ、死ねえ。あれ、よし。あ、で、言うの忘れてましたけど、味方がね、死んだ時も、青いバウンティー、敵の場合は、オレンジ色のバウンティーを落とすんですけど、青いバウンティーは味方の、あれですね、死んだとこに出るんですけど、それを回収してあげてもポイントは一応もらえます。やっぱキルコンですね、もろキルコンのパクリですね。パクリっていうのかわかんないですけど、まあ、キルコンファームドを COD でやったことある人なら、多分できるはず。まあ、キルコンファームドの BF 版です。だから結構面白いんですよね。キルコン大好きリアル君にはね、リアル君って言っちゃったけど、キルコン大好きリアルにはね、全然もう大歓迎。やばい、後ろから来てる。ぐるっと回って、ほら、ちょっと距離がね、
軽点ね、距離がね、開くとね、全然ね、前回のパッチで、弱体化、長距離、遠距離性能が弱体化したせいで、MPX とともにね、全然ね、遠距離性能使い物にならなくなりましたんで、なるべく近距離で戦うような立ち回りを目指していかないと、やばい。後ろ。後ろから来てるんじゃない？ちょっとマップがまだ把握できないからごめんなさい。このバウンティーハンターだけのモード欲しいな。今私のいるサーバーはね、バウンティーハンターとコンクエストぐるぐる回るサーバーなんですけど、あ、まずい、無理だバウンティーハンターだけがいいな。新マップね、一応一通り全部やりましたけど、一通り全部マップやりましたが、いいマップと悪いマップが混在してます、私的には。でもゲームモードによっていいマップと悪いマップが変わるので、このブラックフライデーっていうね、マップね、今このマップね、これバウンティーハンターなら全然ね、面白いんですけども、コンクエストになるとすっごいつまらなくなります。なぜかというとですね、このね、後でマップ構造見てもらえばちょっとわかるかもしれないんですけども、ちょっと見ましょうか。マップ構造が、ここが C 地点になるんです。真ん中の、今 RPG があるところが、真ん中の C 地点で、脇に AB とか CD があってですね、バトルフィード4のオペレーションロッカーとほぼ同じ配置になります。で、脇が抜け、あんまり抜けれないような、やつになってるので、もう本当、コンクエストはね、ロッカー最大って感じですよ。もう、くっそつまんないですよ。だいたい C の取り合いになって、前線張って、グレポンとか、爆弾物ぽいぽいみたいなね。そんなね、本当つまんないね、モードがね、始まるので、コンクエストだと、このマップはね。だから絶対やりたくないんですよ。なんでね、今までね、ロッカーとか、オペレーションメトロとかで、散々つまんないことを分かってたはずなのに、それをまた作っちゃうってところが、ちょっと私は分からないんですよ。別にドミネーションとかチーデスなら全然いいんですよ。なんでその配置にしちゃうかなっていうね。やるならさ、もうちょっと脇道を作ってほしかったよね。脇道さ作ればもっと面白くなったはずなんだよ。なのに、なんかロッカーと同じ配置にしちゃって脇道をできなくしちゃうから、お前なんだそこは。脇道を、そのなんか通れなくしちゃうせったせいで、このつまんなくなるっていうね。典型的なオペレーションロッカーとコアのですね、オペレーションメトロのあれですね、再来マップですね、完全な。だからね、やってほしくなかったんですよ。まあ、コンクエストって限るなら、ここはほんとつまんないマップになりますね。多分、私今んとこやった感じで、やっぱ C 地点の取り合いで、やっぱ前線張って、爆弾物ぽいぽいがほとんどでしたけど、多分、チームに強い方がいらっしゃるなら、絶対に全拠点押し込められて、最初の何枠とこに押し込められるっていう現象が多分ね、ロッカーとかメトロの圧倒的な試合にあったやつが多分見られるんじゃないでしょうか。やってほしくなかったですね、ほんと。なんで作っちゃったんだろう。ロッカーやメトロが人気マップってとこ私知ってますが、コンクエストはほんとつまんないと思うんですよ、あのマップ。全然面白くないんですよ、私からすればね。別に勝てないからね、面白くないとか言ってるんじゃなくて、マップの構造上ね、絶対ね、停滞するんですよ。戦況っていうか、状態が。絶対 C の、とこに偏っちゃって、他の、まああれですね、その抜けてく人がまあね、うまい、その忍者みたいな人がいるならいいかもしれませんが、大体のね、時でね、その停滞するので C 地点で。このマップはね、このバウンティーハンターとかチーレスオンリーのマップにしてほしかったです。本当にね、やめてほしかった。だからね、私ね、ロッカーね、コンクエスト大好きなんですよ。オペレーションロッカー B4 の。で、逆にドミネーションは大好きなんですね。ロッカーのドミネーションは。ドミネーションね、すごいね、いいんですよ。ロッカーは配置がうまいし、配置がいいしね。
うん、だからね、ゲームモードによって、あの、両マップと、その、なんていうの、凶悪マップ、悪いマップが分かれちゃうので、このブラックフライデーマップはね、絶対ね、やめといた方がいいです。コンクエストは、本当に。まあ、ロッカーのコンクエ大好きだぜって人は、多分このマップ大好きになると思いますよ。私嫌いですけど。私は嫌いってことを言ってきます、とりあえず。個人的な感じですからね。容疑者を倒した。まあ、人によってはね、好きって方もいらっしゃると思うので、私個人の感想として聞いてください。負けてるね。やっぱ最初ね、うちのチーム人少なかったから、まあ、補充はされてるけど。まずい、まずい、まずい。こっち来るでしょ。どういった？わい、まずい、あい。ファルか、俺もファル使ってみたいな。まだ使ってないんですよね、ファル。てか、新武器を。容疑者を処理。とりあえず、バウンティー回収をしていかないと話、お話にならない。あ、まずい。よし。後ろから来るはず。まずい、なんで後ろから。ちょっとね、脇刃はやっぱね、ハードラインなんで、ひどいですね。でも、チーデスほど凶悪な脇刃はしてないので、多分大丈夫だと思うよ。許容範囲ですね、まだ。まだ許容範囲内だと思うんですが、ひどい時は多分ひどいことになるんで、64人だと多分ひどくなるんじゃないでしょうかー。よし、奇跡のキル。よし。リローディン。あー、ダメだった。ダメだったー。やっぱね、キルしても、あのね、バウンティー取らないと全く意味がないゲームなので、とりあえず死んでもね、バウンティーを取っていくっていうね、感じにしたいと思いま、しないとね、やっぱ勝てませんね、どう考えても。だから、このゲームは、このマップでバウンティーハンターやるなら SMG 大活躍ですよ。おっと、まずい。なんかセクション9聞いたことあるな、このクラン。誰だっけ？わかんないけど。で、どういう感じ？まあ、負けてるね。ガスグレネードいらなかったかな。ガスグレネードコンクエ用に持ってきたんで。火炎瓶とかね、フラグとかでも良かったかな。まあ、このままで行きましょう、せっかくなんで。まずい。うえ。こうやってね、キルしても、バウンティが取れなければ、全く意味ないです。このゲームとかね、キル戦とかね、やってても全く意味ないですね。たまにね、広いマップあるんですよ、ジャングルのマップで。新マップで。そこでね、なぜかね、知らないんですけど、スナイパーでキャンプしてる人が多いんですよ。まあ広いマップなんで、まあ、キャンプするのは分かるんですけど、なぜ、バウンティー回収しないのに、なんでスナイパーで紐ってんのっていう感じなんで、多分、そのバウンティーの回収は味方に、その任せっきりっていうね、状態が発生するので、もうなんかよく分かんないですね。キル戦ですね、いわゆる。私の偏見ですけども、なんかコンクエストもね、スナイパー使ってるとちょっとよく分かんないんですよね。拠点を守ってるならいいんですけど、マップの端っことか高所にいてずっとキャンプしてる人はあら何なんですかね、本当に。全然なんか、旗取りをやってるわけでもなくね、全くね、なんか、その拠点を守ってるわけでもなく、拠点が取られても全く知らんぷりして、なんかね、もう、やってるので、何やってんのって、君コンクエストじゃなくてチーデス行けばって感じなんですけど、まあ、そういう方がいっぱいいらっしゃるとね、負けますよ。なんかスナイパーが多いね、チームって。なんか、いつもね、コンクエで負けてる気がするんですよ、やっぱり。別にスナイパーさん悪いとは言ってないんですけども、なんか、コンクエとか、こういうバウンティーハンターとかのモードで、まあ、あんま活躍しないように思いますけどね。なんか、突砂が上手い方なら、もしかしたら、俺ならスナイパーで拠点取ってやるぜ、ははみたいな感じでいけるかもしれないんですけど、ちょっと俺は分かんない。ちょっとよく。別に SMG とかね、バトルライフルとかでいいと思うんですよ、コンクエとかなら。
なんでね、スナイパーは。わかんない。まあ、チーデスならスナイパーね、大もうすごいいいと思うんですよ。もうチーデスならスナイパーどんどん使っちゃっていいと思うんですけど。旗取りゲームとかの時にね、なんでスナイパーなのかっていうね。だから多分、その、ボイチャとかやってて、パーティー内で。パーティー内でボイチャとかやってて、分隊員が、俺旗取ってくるから、後ろから援護してねっていうなら全然いいんですよ。それならちゃんとなんていうの、攻め役と、後ろサポート役が分かれてるので全然いいんですけど、みんななんかスナイパーにいるやつがいるので、なんだ君たちはみたいな、なんか、なんだ君はみたいな感じになってるので。あーまずい、危ね。よし、取ってくれた、ありがとう。ホールディング強化の方がいいかな。やっぱ負けるかな。先にこれは何 ?300 個バウンティー取ったもん勝ちかな。おー、ごめん。経典はほんと強いっすよ、狭いマップだと。腕次第では NPX に打ち勝てますね。まずい。でも MPX の方が弾が多いので、多分あれですね、連戦には向いてると思います。このトンプソンどうなのかな？なんか50発弾あるって聞いたんだけど。なんかトンプソンドラムマガジンだから50発ぐらい撃てるぜって話を聞いたんですが。でも、その代わりなんかアタッチメント全然つけれないよっていう話聞いたんで。なんかアイアンサイトしかないって聞いたんですよ。だからどうなのかなっていう。やっぱね、弾数が多い割に、やっぱりなんかちょっと欠点があるのは、やっぱどんな武器でもそうですよね。まあ、軽点でもね、レートが早いんですが、弾が少ないので、連戦には不向きですし。まずい。ああ、さすがにあの距離は無理か。ああやって中距離戦ではもうね、もうダメですね、経典は。多分ワンマグ当ててやっと殺せる、ワンマグフルで当ててやっと殺せるレベルですね。ちょっと、かい、ライフくれ、ライフくれ、ライフくれ、ちょっとガスグレネード投げとくか、ほら。ちょっとここ階段あって下降りれたはず。まずい、おー、まずい、危ね。どうだ、怖い、ここライフある。ちょっと開けて。よし。よし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 。こうやってうまいこと立ち回ってから絶対ダメだ。ああ、まずい。いっぱいいる。よし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 。ああ、まずいまずいまずい。ダブルキル無理だ。ちょ。おお、奇跡。俺、リボルバー全然当たんないのに当たった今回は。珍しく。神様、ありがとう。死んだ。キルはできてもバウンティーが取れてない感があるので、ちょっとよくわかんないですが。活躍できてんのかな、一応。でもいい試合ではあるので、やっぱこれ上げていきますね。まあ、最初からどんな試合になっても上げるっていうのは言ったんで、これネイルガンって新しいやつなんですよ。強いのか弱いのかよくわかんないじゃないですか。ちょっと一回使ってみます。なんかね、その釘をね、打ち出すんですよ。多分至近距離じゃないと多分お話にならないと思うんだ。ほら、こうって。何発 ?10 発か。強いのかな。ほんと強いのか弱いのかよくわかんないですね、ネイルガン。あと、全然どこを撃てばいいのかわかんないんですよ、ネイルガンってやつ。サイトがないので。なんか腰ダメとか、超近距離専用武器とか、そういう感じですね。まずい、無理。無理。FMG9、俺も欲しいな。オペレーターだっけ、なんだっけ、なんたらシンジケート俺持ってないんだよね。あ、負けた。まあ、一応ね。54キル29です。16,59 点ってくれ、何個バウンティーを取ったかが分かんないので、ちょっとどうしようもないですけど、まあかなりいい試合だったのではないかという感じです。というわけでまた次回のコールオブデューティーじゃなかった、間違えた。なんで俺はコールオブデューティーって言ったんだ。間違えた。バトルフィールドハードラインでお会いしましょう。さようなら。ごめん、カチカチごめん。癖でやっちゃうんだよ、いつも。そこにいっぱい溜まってるぞ。突っ込むぞ。俺は特攻隊長だ。あ、まずい。トリプルキール、いいぞいいぞ。まずい、早く早く中入れ。どこだ、その山の男。よし、ナイス。どこ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 、やめて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 、わかんない、誰か。